なんよあの子がミニー、みんなのアイドルミニーマウス、いつでもミッキーと一緒、陽気なレディー、素敵なあの子はミニー、誰もが好きになるはず、だけど笑顔の先にはいつでもミッキーマウス。彼女が街へと繰り出せばいつもロマンスとダンスの花が咲く。どこを探してもミニーのような子はいない。彼女の周りはいつも楽しくて賑やか。あんたしかいないんだ。世界に一人、誰より素敵、みんなのミニマウス、yeah。 この高校では1年生は必ず何らかの部に入らないといけません。丸本くんは中学の時スポーツすごかったから、いろんな部から勧誘されるんじゃない？そうかな。入部届は来週末までに。なお出席番号8番丸本くんは黒戸残部に入部しないと7日以内に死ぬ。溶けて死ぬ。では今日はこれまで。日直起立せ。黒戸残部ってなんだ。7日以内に死ぬ。どいつだ丸本ってやつ。気の毒にな丸本ってやつ。丸本くん、丸本、丸本、丸本、俺だ。丸本こいつだ。黒戸残部って一体先生。丸本くん、あー呼んでる。黒戸残入部した。じゃあ登ろうか丸本くん。畜生入ってしまった。畜生、こんな雰囲気初めてだ。本当はサッカー部に入りたかった。もう観念しろ。黒戸残部もいいぞ。黒いぞ。だから何が黒いんですか先生。一体何が。服がですか。服が、服がであってほしい。違うよ、精神的な部分がだよ。やだ。黒登山、山に登る人間は皆良い人であると思って油断している登山者に嫌がらせをして楽しむ21世紀の登山法である。詳しくは私が自費出版したこの黒登山だっちゃーに。自費出版はいいけどタイトルダサいな。丸本くん今いくら持ってる。買いませんよそんな本。おお、やべえ、買いません買いません。何をやってんだこの人は。やめろ。買ってよこの本、まだまだ家に40万冊もあるんだから。すりすぎだろそれは。すりすぎた。なんでそんなに売れると踏んだんだよ。変にチャレンジャーだな。でも大丈夫、そんな借金のストレスも黒登山って発散できるから。よし、嫌がらせするぞ。山登り自体でなぜ発散できない。ああ、ちょっと待って先生。リュックから毛のようなものが。違ってたらすいません。毛のようなものが。毛に間違いないが。間違いないんすか。毛っすか。まさかそれで登山者に何らかの嫌がらせを。心配するな、犯罪になるようなことはしないって。それが黒登山の心得その1だ。ほら黒登山だっちゃにも書いてある。不必要な差し入れ1ページ無駄にしてる。あ、これボイン戦車トモコ。 500m 地点ここらで休憩しようか。まるまる、丸本と呼んでください。でも山で飲むお茶って美味しいな。まったくだ、格別だなこのおかゆ。何を飲んでるの先生。飲み物の選択を全く間違ってますよ。おかゆが飲み物かどうかも微妙ですよ。あ、下山者だ。かけるなおかゆを。 800m 地点また下山者だぞ。まるまる、あー、また嫌がらせの犠牲者が。あんだなん相当の悪だぜ。なんでこいつは例のものを使うしかない。ついに剣を。こんにちは。こんにちは。あ、ちょっとロン毛のお兄さん。はい、何か。頂上まであとどれくらいですか。ちょっと目を離した間にすごいいっぱい伸びた。負けた。なんて人だ。乾杯だ。一体どんな猛根してんだ。いや、きっと凄まじい栄養を取ってるに違いない。一体あの人どんな栄養。先生こっち。はあ、私が20、君が80ってとこか。責任の話かそれは。この野郎、お前が100だろ。じゃあもうなかったことに。先生山頂着いた。見ろよ丸丸この眺め最高だな。そうですね、でもなぜだろう。心の中にとってもモヤモヤとしたものが。やっぱ警察に。いや、しかし黒登山を警察にどう説明すれば。黒登山なんです。あー小僧。黒ヤッホー。黒ヤッホーって何ですか先生。黒いヤッホーだよ。それより君ももっと山頂を楽しめよ。楽しくないから。ほらこうやって深呼吸してみな。あー、やっぱり山頂は空気が美味しい。空気がまずい。犬と軍手の匂いがする。さて弁当にするか。先生もうお腹黒ペコと思ったけど、計算してうちで何か食べるよ。弁当忘れたのか。あげるよ、あげますよ半分。いや悪いな丸丸。 おにぎりか。わー4つも。見た目ほとんどマックスだな。中はなんだ。全部梅干しですけど。この顔はなんだよ。いや一応感謝してるよ俺にこの。だからいらねえよ。黒登山だっちゃはいらねえ。あ、私の本が。弁償弁償しません。黒登山、登山者に嫌がらせを。そういうことだったのか、あの偽急速ロン毛野郎。さて無事下山することができた。これで君も一人前だ。もう私が言うことは何もない。ただ一つあるのか。警察に言うなよ先生。だってまさか転落死するとは。あ、さっきの人なんだ。生きてたよ。これで警察行かなくて済む。あーよかった。グシューされる。
はい、黒登山は私が考案しました。はい、すみません。考案してすみません。うん、川をやめて、はい、誓います。黒登山はもう引退します。え、じゃあ黒登山部も廃部？やった、思いのほかハッピーエンドだ。黒登山は全てこの丸々が引き継ぎます。マカオ、お前が後を継ぐのか。いや、すみません、すみません。先生、こら。彼は続き満々です。たった今から責任者は彼です。私はもう無関係です。賢明、俺を身代わりにおにぎりの恩を技で返すか、本が。うるせえ、おにぎり2つくらいで偉そうにすんな。返してやるわ、このもん。金を口の中に入れてやがった。ハッピーエンドじゃなかった。変なエンドだった。聖徳太子の聖徳夏場の傑作選。豚みたいなプーさんってなんだ。ブーさん。織田裕二のお兄さんみたいな人って誰だ。織田裕一。上から読んでも下から読んでも同じツンクって誰だ。ツンクンツ。野茂英雄は野茂英雄でも太ももを大怪我した野茂英雄って誰だ。モモヒドウ。ズボンはズボンでも上品な感じのするズボンってなんだ。おズボン。たけしくんの消しゴムってなんだ。たけしゴム。こういう謎々を全国に発信していきたいんだ。そうなんですか。